旦那、新しい武器だって。よし、窓はねえな。おめえはここに隠れてろ。いや、置いてかないで、ジゴ。静かにしろって。心配するな。必ず戻ってくるから、じっとおとなしく待ってるんだ。ジゴ…ジゴ！どうした？いや、なんでもねえ。急げ、また殺気が強くなってきた。お、お妙だな。ん？殺気が消えた。この島での生き残りは奴一人。からくりに異様に詳しい。隠した途端敵が出てこなくなった。なんだ？何が言いてえ？あの女は何者なのだ？頭は少し変かもしれねえが、結構別品のただの遊女じゃねえか。見目は関係ない。なんだ？焼いてんのか？あ、なんで、どうして？ビクニ様を探すのだ。何怒ってんだよ。うるさい。Thank you.
妙だ。様子がおかしいぞ。なんでおめえこんなところで何やってんで。罠だ、行くな。結界。おゆり、見違えたぜ。別品だとは思っちゃいたが、ここまで美しいとはな。惚れ直したぜ。ねえあんた、ん、黄金の竜なんかどうでもいいから戻ろうよ。そうだな、あんなにでかいとは思わなかったしな。そうだよ、竜の話を聞かなかったことにすりゃいいのさ。あの時に戻って。あの時。そう、あの時。あの時。ではよくやる。うるせえ、ぶっ殺してやる。ヒビカ、なぜヒビカの顔を。我らも気づかぬうちに女郎が一人もいなくなった。ただ怨念だけを残してな。この女郎雲はその怨念を吹き込んで作った式神。その腹に顔が映るとはどういうことって。鍵はあの女さ。なんだと。ビグニ様。ババ、もうこやつに用はない。私の見当違いだったようだ。さらば。待ち上がれ。